おはバンコクということで、現在11時52分となりました。日本の時間ですと、今昼の13時52分なんですけど、まあ昨日ちょっとバンコクのね、パリピ街にちょっと行ってきたんですけど、まあ昨日話した通り、昨日の夜は、バンコクのパリピ街に行ってきて、まあちょっと芋って、ちょっとね、中とかまで入ることはできなかったんですけど、清掃員がね、本当なら12時ぐらいに来る予定だったんですけど、10時ぐらいに清掃員が来て、それでね、ちょっともうちょっと寝ようと思ったんですけど、寝れなくて、ちょっと早めの、撮影となっております。本当は昼過ぎぐらいから動こうと思ってたんですけど、まあ、ということで、割とね、バンコク案外悪くない。まあ、今日は、晴天とは言い切れないけど、まあ、ここ最近ね、ちょっと雨が降って、まあ、外での観光名所があまり行けなかったんですよ。まあ、バンコクとかって結構寺とかが有名で、こちら、ワットパクナムとか、まあ、こちらちょっとね、映えみたいな感じなんですけど、まあ、こちらも世界で有名な寺らしいんですけど、まあ、僕ね、あまりちょっと寺とかには興味なくて、まあ、歴史的遺産物とかあまり見ない人なんですよ。まあ、歴史的遺産物、まあ、なんかパッと見るのはいいんですけど、なんか長居しようとはあまり思わない体質なんですよね。まあ、バンコクの寺結構有名なところあるんで、まあ、おそらく長く長居しないと考えると、まあ、一つ10分あれば巡れるかなということで、もし行くとなった場合巡れると思うんですよ。ちょっとね、晴れてるんで、まあ、寺とかを見つつ、あと昨日行けなかったカオサン通り、こちら、バックハッカーの聖地と呼ばれてる、まあ、カオサン通り、結構有名な通りがあるんですよ。まあ多分東京でいう竹下通り、まあ、大阪でいう心斎橋通りみたいな、知らんけど、まあ、タイのカオサン通り、まあ、ここも、まあ、ちょっと晴れてる時だとかなり、まあ、人もおしゃれなものが結構あるらしいんで、まあ、今日はここに行って、まあ、あとは基本的に僕計画決めないんで、まあ、その時ちょっと行きたいところあれば、ちょっと、行こうかなと思ってるんで、まあ、ちょっとこのブログのタイトル全然何かまた考えてないんですけど、とりあえず、まあ、今日は、清掃員に起こされたということで、今日はちょっと早めに行動したいなと思います。景色が今日は綺麗ぜ。まるで俺の心の中かのように。ね、ちょっとバイタンで、来たんですけど、これは結構タイの中でも結構美味しいって呼ばれる和牛焼き肉、まあ、ちゃんとね日本語表記で書かれていて、本にもあるかもしれないですね。これ僕はちょっと見たことないですけど、はい、ここがね結構美味しい、ここのランチを食べたいなと思います。なんかタイって結構すぐに雨降ったりすぐに雨止んだり、結構天候が喜怒哀楽らしい、まあ、今日はめっちゃ晴れてくっそ暑い。これはすごいぞ。やば。うわー、でかっ。すごっ。はい、こちら、正面に回ってきました。おお、すごっ。すごいぞ、これは。バンコクってマジで寺が結構有名らしいんで。これ、2階に今上がってきたんですけど、これ博物館となっています。僕あんまりね、普段歴史的遺産物みたいなあんまり見に行かないんで、これはちょっとすごいなって。すごい。うわ、これです、メインディッシュ。やば、めちゃくちゃ綺麗。すげえ。すごいな、これは。まあね、あとで普段本当に寺には興味ないんですけど、まあ一回は見に来れて本当に良かったですね、これは。治安が悪すぎる、交通の。はい、まあということで、ちょっと急遽予定変更で、こちら、チャイナタウン、はい、こちらバンコクでは結構有名な観光名所なんですけど、はい、こちらに来ました。まあ大阪でいうコリアンタウンみたいな場所なんですけど、まあ、僕あんまりね中華のこととかは全然わからないんですけど、まあ結構美味しそうなものが、はい、こちらね結構並んでます。結構観光客も多いんで、結構賑やかな場所。おお、すげえ。なんかマジで中華街っていう感じです。本物これ。ちょっとね、美味しそうなチャーシューがあったので、S サイズ、ちょっと頼んでみました。まあ、味はね、結構普通です。まあ、普通に美味しいって感じですね。車が、かなり多い。
これがね、バンコクで結構有名なナイトマーケットです。めちゃくちゃ人多くて、こっちも結構人多いです。でなんかその後ろにはこんな感じで、バンコクとは思えないあのマンション、はい、家が建ってます。これなんかサーモンらしいんですけど、ちょっと美味しそうなやつ見つけたので食べます。うん、美味しい。おやばい、ザクザク。はい、これね、なんか仮想通貨のなんか結構なんか話題のコインがあるんですけど、なんかそれのタピオカ売ってたんで買いました。なんかそこにあるタピオカが結構熱くて、まああったかいみたいな感じなんですけど、でもなんか普通に美味しい。これで大体200円ぐらいです。おお、すげえ。えぐ。はい、ということで世界一高いレストランに来ました。パンですね。うん、うまい。すごい。肉が柔らかくてめっちゃ歯ごたえがあって超美味しいです。まあそれプラスね、まあ、この夜景があるんで、もうこれだけでスパイスがめちゃくちゃかかりまくってます。はい、人の金で食べる高級レストランほどうまいものはないです。こちら、無料のデザートです。会計がなんと13,000バーツ、13,200バーツ、本円でいうと、まあ、大体52,000円ぐらいの会計です。はい、やばい、バリ高い。やばいけどこの夜景見れて、このレストランで、ね、それでこの値段だったらまあでも高いな。やばいけど美味しかったです。はい、はい、こちらもうタイで一番の、パリピ場所、カオサン通りに来ました。はい、こちらも結構えぐいです。これもうクラブとかそんなんがもうバンバンってもう音楽奥から聞こえてくると思うんですけど、もうこちらがもうタイで一番の、まあ、観光名所になってるほどの大阪の南みたいな、そんな感じです。あ、やばい。うわー、えぐい。やばい。
はい、まあということでカオサン通り、はい、行ってきたんですけど、あちこちマジクラブだらけでした。正直昨日行った七三通りよりもめちゃくちゃ盛り上がってるっていう感じです。音だけでマジ地面揺れてるんですよ。観光客とかも結構いて、まあみんなかなり楽しんでるような、はい、そういう感じが見受けられました。まあカオサン通りは、ね、マジでバンコク来た上では一回は行ってみてもいいって言われるほどの、まあ、すごい場所なので、ぜひねバンコクに来た方はカオサン通り、社会見学になるんで、よければぜひ行ってください。まあということで明日なんも計画立てないですけど、まあ、逃亡生活、明日以降も続けようと思ってますので、そろそろちょっと場所変えたいね。バンコク今拠点なんですけど、まあ、そろそろちょっと移動してもいいかなと思ってるんで、まあそのあたりは、また動画で告知していこうかなと思ってますので、ぜひ、よろしくお願いします。はい、ということで、では。